明治神宮ですね。これから行きたいと思います。ね、鳥居から本殿までどれぐらいかかるか分かりませんけど、だいたい10分ぐらいだと言われております。今からね、明治神宮着きました。これから行きたいと思います。そちら原宿駅西口出てすぐですね。はい、原宿駅西口出ました。そしたらすぐにもう場所があります。これから行きます。何分ぐらいかかりますかね。こちらにね、真心というね、明治神宮のね、これパンフレットありますんでもらいました。はい、10分ぐらいで行けるということです。自粛の時期なんでね、4時半ぐらいまでで終わるということですけど、まあ、本殿までなんとか行きたいと思います。
すごいですねこれ酒が飾られてます。大量の酒ですね。こちらもあります。本殿まで5分くらいですか。あ、もう5分は帰りました。あ、帰りました。すみません、ありがとうございます。工事してますね。木を切ってます。大人の足でどれぐらいかかるんでしょうか。トイレもありますね、そこにね。綺麗ですね。これ本殿です。今から行きます。はい、本殿ですね。約10分ぐらいで行きましたね。大人の足で約10分ぐらいです。これが明治神宮の本殿ですね。いや、今日はいい天気だから気持ちいいです。はい、本殿着きました。じゃあ中入ってみましょうかね。すごいです。
い、着きました本殿。すごいな。めちゃくちゃ綺麗ですね。素晴らしい。明治神宮ですね、安倍総理もよくここで参拝しているということで、はい、こんな感じです。ご苦労様でした。それでは失礼します。